皆さんこんにちは、はるです。今回は南米の日本食シリーズということでブラジルのサンパウロにやってきております。南米日本食シリーズも最終回となりました。私は今サンパウロのリベルダーデという町にいるんですが、なんと南米最大級の日本人街だそうです。サンパウロ自体もブラジルの中で一番日本人が多い場所だそうなので、海外が作った日本というよりかはもう日本人がちゃんといる日本人街だと思うので、ちょっと期待しております。まだ何食べるかは決めてないので歩きながら決めていこうと思います。せっかく日本人街に来たので今日は食べるだけではなく日本人街もプラプラ街歩きしていこうと思いますので、ぜひ行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。では日本人街の端の方からスタートしていこうと思います。まず最初に出てくるのはこちらのマクドナルド。黒色のマクドナルドって珍しいですよね。で見てください、カタカナでマクドナルドって書いてます。ではどんどん進んでいきましょう。あ、ダイソーがある。 It's open? No? It's closed? Oh, OK, thank you. Obrigada.閉まっとった。ダイソーは残念ながら閉まっておりましたが、どんどん進んでいきましょう。あ、見てください、あのメキシコに引き続きスキヤがありました。え、ちょっとメニュー見てみたいな。こんな感じです。これなんだろう、スキヤのチーズにベーコンとソース、バーベキューソースがかかってる。バーベキューソースは日本にないだろうな。しめじとかもトッピング珍しいですよね。カレーめっちゃ美味しそうだな。これ日本でもあっていいんじゃないか。カツと唐揚げと牛、照り焼き丼もあるし、カツ丼まであるんだ。でこちらラーメンです。これちょっと日本じゃありえないですよね。カツと唐揚げがラーメンに入っております。で意外と高いな。1200円以上しますね。だいたいこの辺りも1000円ぐらいします。結構高級。この辺りも建物が日本感ありますね。この街灯もちょっと日本風ですよね。東和っていうお店がありました。大きくて綺麗なアジアンマート。見てください、皆さん、佐藤の切り餅、鏡餅が売ってる。マジか、もう正月ですね。南米で初めてのど飴見た。金柑のど飴。わあ、もうちょっと早く出会いたかったな。グリーンだからの飴とかもありますね。あ、喉にすっきりのど飴がある。でも一袋480円、高級品ですね。バーモントカレーがある。でしかも英語ですね。900円、高いな。この辺りはおにぎりとかお寿司、あ、お弁当があるじゃん。1080円。まあ、だけど、まあ、鮭とか揚げ物、天ぷら、魚の揚げ物とかもかな、いろいろ入れて美味しそう。いいな、これ買って公園で食べてもいいんじゃないかな。いやいや、公園そんな安全じゃないか。おにぎりは270円。手巻きが売ってる、300円。これかわいいな、新しい。いなり寿司も売ってます。南米に来て日本食レストランはまだあるんですよ。だけどアジアンマーケットは初めて見ました。嬉しいな、安心感が全然違います。のど飴もっと早く買いたかったな。ハローキティのハンバーガー屋さんとか京都ホテル、この辺りすごい日本感出てきますね。でこっちには出店が出てるんですよ。何屋さんかな。大反響ですね。手巻き寿司屋さん、600円。メニューの名前とか書いてないけども、みんなこれでわかるのかな。結構ご飯はぎゅうぎゅうに固めるスタイルですね。なんかお餅練ってるみたい。すごい、総合まである。でも百貨店感は全くないですね。見た感じ、携帯ショップとか、小物売り屋さんっていうような感じです。
携帯ショップで防犯用にこの紐を買いました。20レアルなんで600円。おお、日本庭園がありました。サンパウロリベルダーで日本庭園、あ、無料で入れそうなんで行ってみましょう。わあ、日本庭園だ。あ、鯉が泳いでる。ちっちゃめな、お、トンボも飛んでる。すごいな。トンボってブラジルにもいるんだ。日本を感じるんだけども、道路の音がすごいな。そこめっちゃ特等席やん。いいとこ座っとるな。あ、もう終わり？終わってしまった。超こじんまりとしてるけど、さっきのアジアマーケットでお弁当買ってここに座って食べるのもいいかもしれない。この竹の葉っぱもすごい大きく感じるな。もうブラジルであったかい気候で大きく育つんかな。日本庭園の周りにはこうやって小物売ってる方多いですね。あ、でも全然日本とは関係ないな。ここからサンパウロの街が見えます。真っ赤な鳥居があります。もうステッカーペタペタ貼られてるのがもうなんか南米っぽい。普通にこういうおしゃれなショップとかカフェなどもありますね。あ、ここのお寿司屋さん大人気だ。エスパコカズジャパニーズレストラン、ここも人気ですね。その目の前にはラーメンカズっていうところがあるのでチェーン店かな。うどんジンベイ、ここも並んでますね。今日土平日なんですよ。それなのにこんなに並んでるのすごい。週末もっとすごいんだろうな。どこに行こうかすごい悩んだんですけど、この日本の一行社があるんですよ。海外のラーメンではなく日本の味を求めて行ってみようと思います。お客様です。ではこちらがメニュー表でございます。やっぱ豚骨が一番目ですね。で、面白いのがこれ麺の硬さ選べるんですよ。ノーマルで、こっちが柔らかめで右に行くほど固めになるそうなんで、私豚骨のちょい方にしてみようと思います。でもミニもあるんですよね。値段も、まあ、半額近い値段で食べれちゃうんですよね。普通日本って半分サイズでも100円200円引きで、なんか釣り合わんなと思う時あるじゃないですか。もうこれ用なら全然いいかなと思う。で、ノーマル味玉付きチャーシュー付き全部コンプリートがあるんで、もうちょっともう贅沢してコンプリートにさせていただきました。あと醤油豚骨、ブラック豚骨、あと味噌豚骨、ゴッドファイヤー豚骨、辛さ選べますね。めっちゃ辛そう。醤油ベジ、ベジタリアン向けのラーメンですね。餃子唐揚げがあって唐揚げ注文しました。で、唐揚げ丼、豚骨カレーも美味しそうだったんですが、私このおにぎりラー油ガーリックが気になるんでこれを注文しました。デザートにアイスがあってお水は無料で、麦茶は210円で、アルコールもあるんですけど、アサヒとかサッポロとかのビールとかはないですね。で、チャーシューとか味玉のトッピング、ここも感動しました。紅生姜があります。しかもめっちゃ綺麗、鮮やか。で、刻んだニンニクとラーメン用と餃子用のお醤油とニンニクビネガーと白ごまと胡椒ですね。さすが日本チェーンもいろいろ揃ってます。ここに T シャツが飾られてるんですけど、これすごくないですか。バリ島とかバンコク、北京、セブ、福岡、ジャカルタ、大阪、いろんなところにありますね。ロサンゼルスにもある。すごいですよね。超ワールドワイド日本ラーメン企業。ではラーメンやってきました。ミニサイズでちょうどいい感じ。これはコンプリートのチャーシューかな。別皿にやってきました。こちらはラー油のおにぎり、どんな味がするんでしょうか。唐揚げもやってきました。めっちゃ美味しそう。ではいただきます。
マイクをオンにして膝の上に置くっていう謎行動をしてしまい音声が取れていなかったのでアフレコさせていただきます。ではまずスープから。このスープがめっちゃ豚骨でした。では麺もいってみましょう。いやー美味しい、体に染み渡ります。細麺でちょい固めって本当に博多の豚骨ラーメン食べてるみたいと思ったんですけど、一向者博多豚骨ラーメンです。もう久しぶりの美味しい日本のラーメン、体が喜んでいます。ではチャーシューいってみましょう。チャーシューは薄めだったんですけど、熱々のスープと合わさって油が溶けてとろっとしていて美味しかったです。皆さんはどんなラーメンが好きですか？私はやっぱり豚骨が一番好きです。もうちっちゃい頃から家でラーメン食べるってなると、もう必ずうまかっちゃんを食べてました。うまかっちゃんにもやしと卵を入れて食べるのが好きでした。では味玉いってみましょう。表面が味玉の味がついているっていうような感じでした。単品だったらそんな頼まなくてもいいんじゃないかなって思っちゃいました。では紅生姜も入れてみます。なんか豚骨って味が濃いのでちょっとさっぱりする紅生姜があると嬉しいですよね。南米の日本食シリーズいくつか取ってきましたが、ラーメンはブラジルが一番美味しかったです。では唐揚げ。この唐揚げがねびっくりするほど美味しかったんですよ。お肉ふわふわで外ガリガリで、しっかりニンニクの味付けがされてたんですね。これはご飯頼んでて正解でした。ではライムがついていたのでこれを絞っていきます。普通唐揚げって言ったらレモンだと思うんですけど、南米ってライムをよく使うからか唐揚げにはライムだったんですよね。日本の唐揚げではあるんですけど、このライムをかけると南米っぽい味付けになって面白かったです。このニンニクラー油おにぎりも美味しかったんですよ。ニンニクとラー油の風味、そして辛さがこのご飯がどんどん進むんですよね。唐揚げも相まって相性バッチリでした。できるものなら家で作って食べたい。ではごちそうさまでした。久しぶりに油を摂取しました。一本車美味しかったです。ではお会計してきます。いっぱいです。お腹いっぱいなんですけども、デザート行きましょう。せっかく日本人会来たんで、日本っぽいデザートを今から食べに行こうと思います。私が今探してるデザート屋さんは、そごうの4階にあります。本当、名ばかりだなぁ。裏路地にあるお店と品揃え全然変わらん。4階最上階ですね。到着。お、ゲーセンだ。いきなり秋葉原っぽくなった。お、フィギュアとか売ってる。こっちいくらするんやろ。マジか。このちっちゃいので3000円しますよ。ベジータ3000円。こんななんかジュースのおまけについてきそうな、よくあるじゃないですか、ジュース買ったらキャップの上にフィギュアついてくるみたいな。もうそれぐらいのサイズやのに3000円もする。あ、見てください、漫画がある。え、すごいな。私がね今マガポケっていうアプリで毎日無料で読んでる彼女お借りしますっていう漫画があった。900円すんのこれ、マジか。はか、この薄い本で900円するらしいですよ。びっくりした。カードキャプター桜もある。もう1200円。はっか、マジか、高級品じゃん。ナミさん7500円。なんちゅうこっちゃ。ここにいる皆さん秋葉原とか言ったらもう発狂するんじゃないですか。いや、やっぱ海外で日本の文化にやっぱ触れると嬉しくなっちゃいますね。なんと刀屋さんがありました。すごい。ちゃんと道着があるってことは剣道クラブみたいなのもあったりするのかな。記録更新してきました。これ24万円です。おー、
ここではなんとコスプレ衣装が作れるそうです。やっぱりコスプレの衣装ってあんまり売ってないんで、もう自分で作るんですね。アニメ系のタトゥー屋さんもありました。すごいな、需要があるんでしょうね。この大きさであれば1万500円で入れることができるそう。ではやってきました、4階のたい焼きアイス屋さんです。あらー、あ、can I get ラーメン、うん、うの、yes、1つ780円ですね。で、私ちょっと面白いもの見つけちゃったので、このラーメンにしてみました。今ちょうどたい焼きを焼いているそうで5分待つそうです。出来たて嬉しい。あ、焼き上がったみたい。一個一個丁寧に作ってますね。やはり映えは大事ですね。ではやってきました、ラーメンたい焼きアイス、ナルトが乗っております。国旗付きということでやってきました。で、今座ってたら店員さんがですね、この足もボロボロだとびっくりするぐらい持ってきてくれて、これもつけながらいただこうと思います。あ、やばい、溶けてる溶けてる。じゃあきなこ黒蜜です。いただきます。次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。